クラシックの迷宮、片山守秀です。今日は NHK のアーカイブスに残る録音からお聞きいただく回ですけれども、今回は諸井誠の交響曲を聞いていただこうと思います。諸井誠さんは交響曲はこれ一つなので、第1番とか第2番とかはございませんで、ただ交響曲という題名なわけですけれども、これは1968年の明治100年記念芸術祭参加作品として NHK が移植しました。その年の8月28日に非公開で録音が行われまして、同年の11月7日 NHK のラジオで放送により初演されました。明治100年記念芸術祭参加作品といいましても、明治や、日本の近代を特に意識した内容ではなく、当時の諸井誠さんが現代の作曲家がわざわざ交響曲と銘打って発表するのにふさわしい音楽とは何か、そういうテーマを突き詰めて世に問うた諸井さんのオーケストラ音楽として一つの頂点にある作品だと思います。しかしですね、芸術祭では残念ながら何も賞を得ず、その後は1971年にブラジルで一度ライブで演奏されたという記録があるんですけれども、私の知る限りではそれだけでございまして、つまり日本国内では1968年に一度放送されたきりで、再放送もなければライブで演奏されることもなく、録音物が発売されることもなく今日に至っている。これはやはり残念だということで、これから51年ぶりに再放送いたしたいというわけでございます。さて、諸井誠の交響曲というのはどんな作品でございましょうか。全体は2つの楽章からできております。作曲者は第一楽章が音の壁、第二楽章が音の塊であると述べております。ちょっとこれだけでは分かりにくいので、もう少し具体的に申しますと、全体は33分ほどでございます。第一楽章の音の壁が8分くらい、第二楽章の音の塊が25分くらいございます。第一楽章は第二楽章の助走の性質を持った、やや控えめな音楽になっております。第一楽章の構成は ABABA と長大なコーダというふうに見ることができると思いますけれども、 ABABA の A の部分というのは、いわゆるクラスター系の響きですね。音がこうもじょもじょ堆積していくような、そういうタイプの響きが奏でられる部分でございます。それから ABABA の B の部分というのは、点描的な各楽器のソリスティックな動きが際立つ部分でございます。そういう A と B が繰り返されて ABABA という形を成した後にシンバルのソロになりまして、ドラムやドラも絡みまして、そこに管弦楽の音の引き伸ばしも介在して、長いコーダを築いて第二楽章につながっていくと。ここまでが8分ほどでございます。それから第二楽章になります。この第二楽章は主題と変奏とフィナーレという形で理解できると思います。まず弦楽器のソロで、コンチェルトのようにずっとやる部分がございます。結構ロマンティックな表情、アルバンベルクとかそういうものを思わせるような表情を持っておりますけれども、そこが主題の提示部でありまして、この時弦楽器のソロでやっているのが主題の長い、息の長い材料ということになると思います。あとはその主題のバリエーションになります。このバリエーションは青少年のための管弦楽入門ならぬ大人向けの管弦楽入門か、近現代音楽マニア向けの管弦楽入門といった風情でございまして、楽器のグループごとに結構分かれて奏でられます。最初の変奏は弦楽器主体です。次の変奏は金管楽器主体になります。この金管楽器主体の部分は教会のコラールみたいに始まって、太鼓も伴って軍楽的なものに切り替わっていきます。金管アンサンブルの、音楽の歴史というものがたどれるようにも聞こえます。その次の変奏は木管のアンサンブルにすぐ金管も入ってリズミックに推移します。その後管弦楽が主題をトゥッティで奏でまして、その後は木管楽器と弦楽器のアンサンブルによるちょっと夜の音楽的な変奏、続いて木管と金管に弦のソロも絡んでのメシアンの鳥の歌の合奏みたいな変奏、その次にまた金管のコラール的な変奏があって、その後フィナーレを用意するかのような点描的な音の動きとクラスター系の持続が入り混じった大きな変奏がございまして、そしてフィナーレに突入します。
ここは管弦楽がまさに音の塊を作って、その上に金管がテーマを乗せ、音の塊が一回減衰して、テーマが残りますけれども、再び音の塊がパルス状に増殖していきまして、ペラ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 とかなりまして、その上に金管がテーマを吹き上げて、それはまあイメージとしては、おそらく諸井誠さんのイメージとしてはブルックナーの交響曲みたいなもんだっていうふうに考えておられたんじゃないかと想像するんですけれども、その後はもう怒涛の本流になりまして、作曲者がこの楽章は音の塊であると自信を持って呼ぶ、その本領を発揮し尽くして巨大なカオスになって終わります。では聴いていただきましょう。森忠式 NHK 交響楽団の演奏です。
Thank you.
諸井誠の交響曲、森忠式 NHK 交響楽団の演奏、 NHK が移植し1968年11月7日に放送で初演され、国内ではそれっきりになっていた作品を久々に聴いていただきました。ポーランド楽派的とも言える部分もあるかなり異形の大作でございましたけれども、今日改めて演奏されてしかるべき幻の作品ということになるのではないでしょうか。